するしない。皆さんこんにちは、中里春奈です。ゲーム実況ちゃんたま、今回で2回目となります。いや、前回トップ取れたんだけど、まさかのピンフを忘れるっていうびっくりしたね。なんかなんで私は頭をここで求めようと思ったんだろうと思って、いや、だいぶなんか喋りながらやることにめちゃめちゃ緊張してるっぽいんで、ちょっと落ち着いて2回目はやれると思う、やれたらいいなと思ってます。ということで2回目行ってみよう。はい、集まりました。あ、今回もキャラクターはみんな一緒です。ベーチャースタートよろしくお願いします。あ、なんかきらびやかな墓がある。墓のいいところはあれよね、ドラだった時に赤とドラっていう2班にしてくれるっていうところよね。これは絶対に使います。トンとペ、トン1枚切れだからトン切ります。あー、数層欲しいな。表示牌だけどなんかちょっと形がな、難しそう。じゃん、シャアはお高ぜいらない。ペーチャって意外と苦手なんだよね。なんかなんだろう、親が回ってくる間になんかもうどうにもならないような点数になってて、君の最後の親はもういいよみたいな。あ、チー入ったってことになんかなりやすいと思ってる。ペン酸素チーだってなんだろう、打球層薬杯から切ってるし本一じゃなさそうなんだけどな。暴走めちゃくちゃいらないけど、とりあえず残しとく。これどうやったら良くなるの？なんか1199のとこも嫌。え？チーピンポン？なんかやだ。え、チーピンポンってことは私ここのチーピンとこいらなくない？もうないもんね。てか、薬何？薬杯？どんないでしょ？なんないでしょ？あ、チーソー来た。ロソー来ちゃ。でしょ？白髪チューン。白は自分で切ってるもんね。三元杯かなぁ。あ、チューン出た。チューン通ったよ。チューン通った。白か髪？あ、白も通った。すぐ明らかになる。チーピンくんの？なんだし。いや、でも嬉しい。全然嬉しい。ペンサンピンだなぁ。数万くっついたらペンサンピン外していきまーす。サンピン入れ。サンピン。でもローピン切ってるから、なんかもう、一数層入ったらリーチでもいい気がしてきた。リーチ赤ドラだもんね。何あれ。なんだろう。役何123でもないよね。え、薬杯？薬杯？ハツ、ハク、ハク、ない。薬なんだ？薬なんだ？泣きペーコないよね。あれ？薬なんだろう？私が見落としてる？あ、はい、ロープイン来た。なんかじゃあ。一応キューピーにスライド。役なんだろう、わかんない、私には見えない。白髪チュンドンナンメンツじゃないし、嘘やな。あ、もうなんか終わりじゃん。あと8枚しかなかった。役探してたら先輩で数万で切っていいのかな。
全然テンポイしない。チーしたい。経典取りたい。イースソー 3B ください。あー経典かな。あー泣けなかった。テンパイも取れなかった。ちょっと何リャンピンか。あだよね。そうだよね。役なかった。もう経典狙いだったのかな。キヤハイパイがワオスどんなんシャーピー。あー本いつも行きづらいな。とりあえずマンズの本一はチビット目指すけど、ピンズターツあるし、あうん、ウーソーはね、ドラなんかくっついたら良さそうだし、とりあえず本一を遠くに見ながらやっていこうか。あ、ほらこうやって出てくる。キューピン切っちゃうね。ボーナスのお山で頑張れるかしら。お、いいの来たよ。トーンが一切れ、チュンも一切れ。トーンか切っとこう。ハクハク。この字のね、き、あ、え、すごい。漢字ピン入った。じゃあチュンにしとこう。一個切れてるからね。結構全部一個切れてた。もうこういう時、なんか、自分の風残しちゃうんだよね。私なんか自分の風はみんなに安全みたいなイメージがあって、もう第一弾にペイペイ切られてるからもう完全安牌じゃんね。イーマンか。頭がないのよ。頭がないから頭になりやすそうなやつを探します。ドラは泣こうかな。泣いてもいい。そこはいらない。あ、ほら頭できた。天才じゃない。何切っとくね。親の現物のあのシャーナコスはこれで数層泣けなくなっちゃった。入ってこないかな。あ、うそ。どうする。一旦残す。今1枚残ってるし、赤嘘を引くかもしれないしね。ね、このパンパンの状態がすごい怖いけど。こい。こい。あー、ドラ来たー。リーチー。へい。リーチにゃ。9万2枚切れだし、まだ良くない？ 6、9万。リーチにゃ。え、親に追っかけられた。怖いー。しかもさ、親の捨て牌も強いよ。全然わかん、あ、ロンネズ、ロンニャ、ロンニャ、あ、そう、ロンニャ。ロックマン、リーチ、ピンフ、ドラ、裏も乗ったよ。なななな、幸先いいね。来た来た。トップ。死守しよう、死守。死守。ドラ1枚。なんかすごくいいとは言い難いです。すごく良くない時はなんか役牌残しちゃうんだよな。合ってんのかしらね。なんかうまくポンできたら嬉しいみたいな。あ、え、ドラではないんだけど、ちょっと役牌残そう。ローピンある時は9ピン切っても大丈夫ね。9ピンにくっつくやつはローピンでホロー効いてるから裏目にならない。お、で、数ピン引いたからいいピンもいらない。めっちゃ形良くなってきた。どうするドラ。ポンしてみる。なんかね、こういう形の時にさ、どうしていいかわからんのよね。なんかペンちゃん残ってるじゃん。あ、すごいのに引いた。ドラの固定しよう。このペンちゃんの残ってる形なんだけど、でもペンちゃんの7なんてそうそう簡単に入ってくれないから、泣いてって、
タイヤを行った方が意外と早い時があるね。ここはね、いらない。パン。チーマン入ってくれたらめちゃめちゃ嬉しいけどね。タイヤをとか薬杯にした方が上がりやすい気がする。どうなんだろう。リーチにゃ。リーチ？ああ、薬杯箱残してた。一発回避。なんか捨て牌異様じゃない？ウーソー、チーソー、パーピン、チーピンで、うわ、怖っ。チュンとかいけんのかしら。それで、イーピン切ってリーチだよ。なんか、考えてそうな。怖い。うわ、パーピン。欲しいけど、トップ目だし、ちょっと後ろ向きで行こうと思います。でも次安牌ないよ。安牌ないよ。わー、どうするこれ。イーマンとかさ、いけんのこれ。どうなんだろう。いや、なんかね、こういうとこで、よくわかんないけど、前を向くのが良くないんだと思う、私。イーマンとか、キューマンとか切りたい。え？ドラなの？ドラ切っちゃおうじゃ。硬い。私硬い。めちゃめちゃ硬い。あ！サブローマン全然違った。え、めちゃめちゃいい形だったんだ。やば、高っ。危なくはないけど危な。なんかすごい手役狙ってると思ったらめちゃめちゃ早かっただけなんだ。お、なんか想像多いよ。どうする？ちょっとパーマンとか切って様子見しよう。本一やりたい。気持ちは本一やりたい。でもまだ泣かないよ。ウーマンか。ちょっと三色も見えるからトーンあたりいっとく。難しい。ドラも3万だしね。いきません。ああ、なんかほらね、こうやってね、なんかやめたみたいな感じになると、寄ってくるみたいなのあるよね。なんか、おし、やるぞって言って、こういうの、ローピンとかね、ウーマンとか切っていくと、なんかそっから想像が止まるみたいな。麻雀あるあるじゃない。私なんかそういう経験がいっぱいあるから、なんかめっちゃ想像切るやん。なんだろう、また早いのかな。それともなんかちゃんとピンズ。ライバルは神茶さんなんで、ちょっと神茶、うわ神茶さんすごい切るじゃん。え、すごい運送とか言ったよ。ごちゃごちゃってしてきた。ポンニャペーチャですよ。でも、ローソーから切ってるもんね。なんか、手役狙ってんだ。うわー、すごいことになってきた。なにこれ。ちょっと、馬切っちゃう？切っちゃおうか。想像になってきたよ。でもさ、結構切れてるよね、想像。ローソーもうないし。椅子地図入ったらどうしよう。どうする？あー、ジーマンはいらない。チュンで役ついてるけど、普通にやってる感はないんだよな。ドラの3万もないし、どうする。パーソーはいらないよね。ローピンとかちょっと怖いもんね。めっちゃ怖い。どうしよう。チートイツっていう手もあるんじゃない？めちゃめちゃうわにしとけばよかったのかい？どうなのかい？ローピン通る。ここがね、弱いところですよ。あ、ドラだよ、それ。お客様。ちょっと後ろ向きすぎたかしら。リーチにゃ。リーチできるよ。リーチしちゃおう。ビーチ。こっちでいいよね。違う？合ってるよね。
はい。ビーチニャ。スーチーソー町。結構いい町だと思うんだけど。いい町だと思うんだけど、ほらーローン。運送自分が4枚見えだしね、周り使いづらいよね。ただ法律にできなかったのが悔しいけど、まあまあいいでしょう。一発赤1200。はい、トップ目で迎えたオーラスです。ちょっとマンズが多い。ドラガベー、どうしよう。マンズにしつつ、87、これ押したら出てくる。あ、出た出た出た。真ん中押したら点差出てきた。5500差。両面チーヤー。あ、3色逃した。いやでもね、3色苦手なんですよ、私。両面チーってなんだろう。5500だから、ヒンズドラも切ってるし、赤がいっぱいかな。なんだろう。あー、どうしよう。ペンチャいらないな。でもなんかちょっとペンチャ良さそう。いや。座布団から切ってやったぜ。ドラがね、ペイなんですよね。ペイ切っちゃうっていう手もあるのかしら。あの方、捨てられてるけど。下は2万点以上ついてるから、羽マン直撃とかじゃなきゃ大丈夫じゃない？あ、めっちゃピンズっぽいよね。じゃあドラ切っとこう、先に。ドラ使えちゃうとめっちゃ高くなるしね。こういうね、トップ目に立った時のやつがね、難しいよね。もうピンズやばい？やばいかな。ちょっと1枚だけ。やばいやばいやばい。止まった止まった。もうさ、なんか、リアルでは、なんか、あんまりないけど、こう、全部止まるじゃない？うわ、パーピンだって。あ、パーピンさっき取ってるじゃん。なんかこう、切った牌に次の人がこう、積もった牌が来ないと、わ、やばい、当たったかもってすごい思うよね。ネット麻雀の怖いところ。なあ、ナンバじゃないし。なんか形になってきちゃったけど、あ、チーだって。この方はマンズかしら。4着を抜けるには6900点この方。半眼ぐらい？ジャンピーいらないのよ。そろそろ危ないかしら、怖いかしら。なんかでも早く逃げすぎると良くないって聞いたから、ちょっとだけ、なんか、動向をちゃんと見よう。あと、ちょもぎり。なん、ちょもぎり。白だって、白50枚ぐらいに消えてる。でも、白本質だったら特にそんなに高くないよ。ドラ切れた。ウーマン、手から出てきた。タイヤンかな？タイヤンなのかしら？ピンズじゃないのかしら？手からローピン出てきた。パーマン、チモギリでした。が、あと60でしょ？ちょっとそろそろだよね。パーソーいっとこう、パーソー。安全なやつ。めっちゃ見よう、めっちゃ見よう。そろそろこの数ピンとか危ないから、急走あたりで。下茶さんには通ってないんだけど。マンズって何通るんだろう。マンズ、マンズ。そうするのがいいかな。スキップ。急走行ってきます。マンズって何通るんだろう。すみません。スキップ、スキップ。そっか。タンヤオ。タンヤオだから、イーマンとかいけるんだね。イーマンいけそう。
ノーマンも今大丈夫だったから、シャア。シャア2枚切れ。ちょっと言いまいとこね、今のうちにね。シャア短期とかないよね。めっちゃ考えてる。でも考えてるのを口に出すのってちょっと恥ずかしい。はい、今行きまーす。最後はシャアでフィニッシュします。短期とかないよね。めっちゃ見ないといけないのに。カーン！大ミンキャン！あ、なんかドラがめくれる音めっちゃ可愛い。シャア。お！これで、これが背景ですね。流局！あ、役なかったのね。天敗、なくなっちゃったって感じなのかな。あ、でもそっか、リンシャン解放とかあるもんね。はい。というわけで、37,700点のトップでした。聞いたぜ、これ。いやー、なんか、疲れた。なんかさ、あの、ネットの麻雀で、あの、手出しつもぎりを見てるとか、すごい大事なんだけど、めちゃめちゃ大変よね。なんか、なんだろう。手の動きじゃないじゃない。なんか、この画面の中で、ピシッってなって、このままピッてなくなってるのか、こういうね、徘徊の間、プシュって抜けてるのかっていうのちゃんとすごい見てなきゃいけないから、めちゃめちゃ大変。はい、ということで、トップトップ？やばない？ちょっと、強ないですか？今回は、うまくいった気がする。うん。次回以降もお楽しみに。それではチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また会いましょう。じゃあねー。バイバイ。